アップルウォッチくっつけたら買えるんじゃない、設定すんの、ガチャン出てこないの、これダメなんす、スイカない、あーこれペイペイ入ってないわ、ダメなんす、ペイペイ入ってなきゃダメなんす、交通系、あ入ってるやん、QR で買える、嘘、どうしよう、ペイペイ使えるんじゃないの、設定するの、ね、設定どうやってやるのこれ、簡単、買えるんじゃない、7800円入ってるよ、これでいいんじゃないの、ダメ買えない、読み込み QR で読み込む、マジか、だる、あれがやばいね、有名か、自動販売機と接続中、ボタンが押された、ん？Thank you、 ご利用ありがとうございました、買われへんやん、出てこないよ、買えないっすやん、嘘やん、なんで買えないの、これ金だけ取られた、読み込む方の、読み込む方、カメラないやろ、カメラついてないの、読み込む方のだ、バーコードあるやん、端末で消費をするんじゃない、どういうこと、ペイペイの QR って読みがあるよ、これ読み込んだ、読み込むじゃん、自動販売機と接続中、しばらくお待ちください、あ、番号出た、75591出た、出た番号一致してる、あ、ここで選ぶん、ここで選ぶんや、なるほど、支払い、支払う、ペイペイ、出た出た、めんどくさ。
出た出た出た。だる。俺東京駅でさ、サラリーマンがさコーヒー買うのにさアプローチでピッて買うのを見たんよ。ピッて買えんのかなと思った。まだまだですね、技術の進化は。まだまだ元気の早い。あかんすわ。俺香川さんの店で俺この辺で見たことあるんだよな。ここあ、やっぱここの香川さんの店か。これ香川さんの店やん。なんか見たことあるなと思って。ここのバー、ここだ。ここがギリバー、ギリバーってとこね。ギリバー、ギリバー 2時間4000円。嘘やろ、そんなすんの。4000もすんの。行ったことある。店員さん誰今日。どうなんだ、やってんの。時間が早いんじゃない。ちょっとやってんの。タバコ吸えるよね、確かね。ただカラオケがないんだっけ。うわ、行かないです。ギリバイル、ハプバーじゃねえよ。なんつうのカラオケ。ちょっとか顔出すか。ちょっとふわっと、ふわっとね。もしかして一番奥。やってるこれ。時間4000円。飲み放題。開いてない。こんばんは。せ、せいじです。おー、びっくりした。何人おぎてるんですか。まだ半分してないですよ。え、何時からですか。何時から。7時。7時。8時。8時。びっくりした。まだか、せっかく来たのに。申し訳ない。どうしよう。今から準備。準備。びっくりした。ちょ、トイレだけ借りてもいいです。あ、どうぞ。すいません。はいはい。優しい、ここの店員さん。前ね、貸してくれなかったんだよ。オープン前に来たら。優しい。お名前は何ていうか。あ、私、かなめと申します。かなめちゃん。かなめちゃん。びっくりした。初めて見たね、かなめちゃん。入ったばっかり。入ったばっかり。あ、そうなんだ。水曜日しか来ないんです。あ、レアだ。はい。かなめちゃん。なるほど。
配信とかはやってないですか？あ、配信はたまにしかしない。たまにお仕事とかお昼があったりするのであんまりしてない。あ、そうなんです。かなめちゃん、はい、ちょっとトイレ借りますね。はい、すいません。はじめましてですね。香川さん今日来ます？いや来ないと思います。あ、来ないです。パチンコやってるんですよね今。あとはもう香川さんの気分次第なので分からないです。じゃあ8時だったらまた来るか。今日は誰か来る予約とかあるんですかね？あ、全く聞いてないです。一日店長とか。うわ、いない。一日店長とかはないですね。ないです。はい、だいたい土曜日なんですよ。だいたいお客さんどんぐらい来るんですいつも。いや、もう来ないときは全然来ない。ゼロとか。はい、マジっす、はい、ゼロのときあんの。あります、あります、ね、怖いなぁ、バーって。当たり外れあるんだ。やっぱその代わり、ね、ネットでおごってくださいとか。ああ、ネットでね。そういう感じです。やろうかなと思ったけど、まあね、難しいね。香川さんでもやっぱり。でも黒は黒なんでしょ。赤食ってないでしょ毎月。知らないです。分かんないか。はい。そこまで詳しくない。やってるってことはあるんだろうな。やっぱ黒なんだろうな。うん、すいません、かなめさん。いえいえ、はい。ありがとうございました。はい、皆さんもしよかったらね、今月来月きっと潰れます。ギリギリ配信者は来てください。ゼロの日もあるみたいな。8時から何時までやってるのか夜は。朝5時までやってます。皆さんもしよかったら、来てください。あ、募集してる。やるか俺が一日店長やってやるか。ギリバーで やってやる。来るかな、俺だったら。カバそろそろ座りたいわ。座りたい。座らせて。そろそろ座らせて。あった。椅子あった。いいところがあった。休憩スポット。休憩スポット来た。
来た。よし来た。よっこらせいじと。やっと座れた。これ2枠目今日。これまだ1回目 ?2 回目か2感想目1回目これ8時間目まだ1回目2回やってるよね。さっき落とされた。あー落とされた。そやあれは一感想にしてよ。あれは、うん、もう2回目だよ。スプラッシュをした。あと量とかあるよ。ごまかしてないから。そうそう。だからリア凸来ないの？リア凸ナンバーいないの？ナンバーに。リア凸来ないです。前来たんだけどな。京都から女の子3人組とか来たのにな、可愛い子が。おっぱい揉み放題だったの。来ないかな。せいちゃん揉んでーって。来ない。揉まれるから揉まないぞ。来たんだよ、あの気象さんでやった時。パンちゃん、パンちゃん揉んでない。何時まで何枚います？ドンツクラスコイ。あらめちゃくちゃ可愛い子じゃん。え、何時に来てくれる？逆に何時に何時に来てくれるの？待ってるよ待ってるよ。何時？マジっす？可愛い子。もう一個来た。ギャル来た。見たことあるわ。配信もしてたよね。配信もしてたよね。顔映れんじゃない？ワンちゃん。いや、揉まないけど。9時、ナンバー。あー、9時。めちゃくちゃ可愛いんだけど。めちゃくちゃ可愛い。あ、いますね。ええ。めちゃくちゃ可愛い。やばいっすね。可愛い。可愛いっす。アカウント出してほしいね。うん、かわいいわ。も、揉むか？揉める？揉めるのかな？うん。俺の子供産めや。産んでもらうか。ああ、全然大丈夫ですよ。揉めるのかな？揉める？揉めないか、うん、顔出しできるのかな？
かない方がいい、あんまり攻めない方がいい。揉めるんかな、揉めないか、うん、おばあちゃん、あ、母を見てる、揉めない、あら、フレームアウトしたら揉めるか、じゃあフレームアウトしたら、フレームアウトするか、もう配信なんか切っちゃってもいいけどな、来たら配信なんかもう切っちゃっていいけど、9時でさ、じゃあお疲れ様でした。ちょっと見て。9時まで何するか。暇やな。9時まで。カジノでも行くか。カジノ。いろいろ考えてやってんだよ、いろいろ考えてこれなんだよ、もうネタ切れなんだよな、ネタ切れ、私も遊びたい、一緒に遊びませんか、一緒に、一緒に遊びません？僕と女の子、僕今フリーですよ、フリー、何してんの？特に何もしてないです、暇です、暇ぶっこいて、柴田いいですよ、柴田でもいいよ、来れば僕も体力の限界で、そろそろ、はい、来て、何したとか、まあ、遊ぶとこないんだよ、何したそうかな、ガールズバーでも行く、遊ぶとこはないんよ、配信つけて射的ぐらいしかない、射的やってもしょうがないでしょうね、カラオケ行ってもしょうがないでしょう、リアトツマッチが一番いいよね、新宿だったら名物お母さんいるけどさ、いないもんね、大阪だと名物お母さんが、
か、じゃあ。各局楽器が50円ご利用します。あ、チャーハン忘れた。チャーハン、気になるね、これ。生演奏なんか弾いてくれんのか、生で愛の塊とか。なんか弾いてくれる。生バンド、バンドマンがいんの？生歌。楽器が使えるってことは自分で弾いて歌えようってことか。弾けねえもんな。電波がないな、地下だと。確かに。地下は電波弱いな。電波がかかんのよ。貸してくれるんでしょ。ダメじゃん、聞けないもん。やべ、9時まで暇なんだけど、もうちょい早く来れねえんかな。お母さん見てんだ。お母さん見てないでよ、見ないでよ。お母さん、香川さんが会いたい。急いだし、急いで。話聞きたい。何の話？何の？蜜？蜜の話？何の話だろう。一回帰る。あ、一日店長。気に入る。蜜の件どうなったか分かんない。